ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、野村子供作、銭形平次捕物控えより、オランダカルタ、初出オール読み物、文芸春秋社、1935年、昭和10年9月号。それでは本文をどうぞ。野村鼓動作、銭形平次捕物控えより、オランダカルタ、朗読その第一回第一章。親分、小さらいが流行るんだってね。聞いたよ、肉じゃねえか。銭形平次は苦い顔をしました。赤ん坊ならどこへ連れて行かれてもこれっきりわからなくなるかもしれねえが、さらわれるのは定芸7つやつから12、3の子だから、どんな場所に売られたにしても土地の役人なり御用聞きなりに名乗って出られそうなものじゃありませんか。江戸だけでも何人あるか知れねえが、一人も行方がわからねえと変だねえ親分。ガラッパチの八五郎も時々はこういった上等の知恵を出すこともあったのです。だから俺は考えているのさ、相手の見当だけでもつかなきゃうっかり手は出せねえ。だがな八、金や品物を取られたのなら働いて取り返す術もあるだろうが、子供をさらわれた親の身になってみりゃ諦めようがあるめえ。悪事の数も多いが、忍ぶの当だの昔から人の子を取るほど罪の深いものはねえな。銭形平次も妙に感傷的でした。女の子だけをさらうなら分かっているが、時々男の子をかどわかす了見が分からねえじゃありませんか。八五郎はまだ首をひねっております。ちょうどその時、ごめんください、銭形の親分さんはこちらで。門口から年配の女の声、平次の女房おしずは取り次ぎに出た様子です。八、またかどわかしらしいぜ。どうしてそんなことが起こるんだよ親分。女が二人連れでこんなに早く御用聞きの家へ来るのはよくよくの用事さ。へっ、当たるもはっけというやつで。八五郎はガチャガチャをやる真似をしました。金座の勘定役石井平四郎様のお召使いが二人でおいでになりました。おしずが取り継ぐのを待っていたように、とうとう俺の縄張り地へやってきたのか。よしよし、この辺りが乗り出しの潮時だろう。丁寧に通すんだよ。はい。引っ返したおしず、間もなく二人の女を案内してきました。初めてお目にかかります。私は金座の役人石井平四郎の雇い人下と申します。お坊ちゃまの乳母をいたしておりました。これはお月の小間使い春でございます。挨拶をしたのは42、3のいかにも実直そうな女。その後ろに小さく控えたのは17、8の大商人の召使いらしい美しい娘です。平次は死でどんな御用でしょう。大変なことが起こりました。坊ちゃんがかどわかされたんでしょう。どうしてそれを。おめえさんの顔に書いてある。おしもの驚きは大げさでした。ああそんなことはどうでもいい。坊ちゃんの見えなくなった前後のことを詳しく聞こうじゃありませんか。平次の調子にはいろいろの意味がこもっていそうです。こうなんですよ親分さん。ゆうべ5つ少し過ぎでした。あんまり暑いんで
おはるさんが坊ちゃんを表の縁台で遊ばせていると、昼買った花火がタンスの上にあったはずだから持ってこいとおっしゃるんだそうです。店には大勢人がいるし、まだ往来もある頃だから、何の気なしにお家へ入って花火を探して持って出ると、つい今しがたまで遊んでいた坊ちゃんの姿が見えないんです。手間は取らなかったろうな、おはるさん。平次は乳母の饒舌を少し持て余したようにそばで黙ってうつむいているおはるを顧みました。いいえ、ほんのたばくなら三服数までした。おはるは大池を重そうにこう顔を振りあおぎました。申し分なく美しい器量ですが、なんとなく弱々しいうちに肉体とは没交渉に強い魂を持っていそうな娘です。そんなちょっとの間にどこへもいらっしゃるはずはございません。それから大騒ぎをして町中を探しましたが、どこにも見当たらず、奉公人やご近所の衆やお出入りの人たちが八方に手を開けて一晩熱に探しても買いくれ行方がわからないんです。もしや神隠しにでもあったんじゃないかという方もありますが、神隠しなら3年5年経って出てくることもありますが、この節江戸中の騒ぎになっている小さらいの手にかかったらどうしましょう。おしもは大きく目を開いてごくりと固唾を飲みました。不義者にはそういないまでも、おはるに比べるとなんとなく神経の鈍そうな女です。大事なことを聞かなかったが、坊ちゃんはいくつで名は何と言いなさるんだい。七つでございますよ。雄太郎様とおっしゃって、それはそれはおかわいらしいお子さんでございますよ。おしもは自分の子のことでも言うように誇らしげでした。少し動物的かもしれませんが、とにかく自分の育てた子をこの上もなく可愛がっていることは確かです。おしもさんは江戸に家があるんだろうね。ええ、大根畑に所帯を持っておりましたが、亭主の文七がヤクザで3年前に別れてしまいました。おはるさんは木更津でございます。とにかくやってみるとしよう。おさらいも長崎や堺や大阪から流行ってきたことで、江戸じゃ品川よりと深川にあっただけだが、俺の縄張り家へ来ちゃほっちゃおくめ。八、一緒に本庁まで行ってみるかい。へえ。平次とガラッパチはおしもおはるの二人に案内されて本庁の石井平四郎の家まで行きました。金座の勘定役というと今の日本銀行の重役で、その住まい、長度、奉公人の数など目を驚かすばかりの豪勢さです。第二章。銭形の親分、飛んだ骨を折らせるが、探し出せるものなら何とかして無事な顔が見たい。子供は大勢あるが、あれは僧侶で生まれてすぐ母親に死に別れただけに不憫もひとしごだ。金づくで済むことなら。石井平四郎はそういった男でした。金座のお金改め役、後鳥羽諸母三郎の片腕と言われた聞け者で、元は吹き矢帳簿で手前吹きをしておりましたが、後後鳥羽諸母三郎の配下になった。その辣案を勘定奉行に認められていたのです。ご存知の通り、日本の津々浦々で大騒ぎをしている小さらいの仕業でしたら、大いにお受け合いはできませんが、平次の縄張りへ来た以上はなんとか目鼻だけはつけるつもりです。せがれの命を助けるのまで金づくで済ませようと言って、成金根性が尺に触ったものか、銭形平次は日頃に逃げない奥歯に物の挟まったものの言いようをします。
よろしく頼みますよ、銭形の。平四郎はさすがに打ち絞れておりますが、仕事が半端なので、そのまま役所の方へ出かけてしまいました。金蔵のおきみは27、8のいい女で、男女二人の母親とも見えぬ若さです。銭形の親分さん、お願いです。雄太郎はなさぬ中で、そうでなくてさえ、私は世間から白い目で見られます。どんなことでもしますから、無事に救い出してください。一生懸命に平次の袖にもすがりかねない勢いです。何分あの小さらいにあって、無事に帰った者は一人もありません。できるだけのことはやってみますが。平次の自信のなさ、おきみはおろおろしておりますが、銭形が見放すほどの事件をどこへも持って行きようはありません。ともかく奉公人に一応引き合わせられ、おしもとおはるの案内で家の裏表を見回りましたが、よほど企んだ仕事と見えて手がかり一つ残ってはいません。おめえさんはその時どこにいなすったんだい？平次は責任者のおしもに問いかけました。坊ちゃんのお休みの支度をしておりました。おはるさんの声も聞いて、ご神祖様と一緒にびっくりして飛び出したようなわけで。その時外の縁台には誰もいなかったんだね。誰か見ていたら間違いはなかったんでしょうが、おりやしく誰もいなかったそうです。これでは手のつけようがありません。他の奉公人や近所の人にも当たってみましたが、おはるが花火を取りに家へ入ったのは知っていますが、雄太郎のかどわかされた姿は誰も見たものはなかったのです。雄太郎のよく知っている者が遠くから誘いをかけて呼び寄せたか、出なければ煙のような姿のないくせ者が声も立てさせず、反抗もさせずにそっとさらっていったと見るほかはありません。まるで神隠しだ。ガラッパチの八五郎も酸っぱい顔をしてみせました。八、ここじゃこの上の手がかりやんねえ。笹野の旦那にお願いして縄張り外だが、他の方を当たってみよう。平次はそこからすぐ木屋橋の南町奉行所へ回り、小さらいの記録を一応見せてもらいました。それによると、江戸では昨今ですが、長崎や堺や大阪は随分前からあったことらしく、くせ者がどうしても上がらないばかりでなく、誘拐された少年少女がそれっきり死骸さえも現れないので、長崎奉行その他から、くせ者の手口から一切の始末書がかなり詳しく講義へ来ております。平次は笹野新三郎に会って、その了解を得た上、その足ですぐ芝浦から品川へ回りました。最初に子供をさらわれたのは車ちょぼの酒屋で、お村という九つの娘、小柄の良いので評判だったのが、去年の秋のある日、浜へ行って遊んでいて行方不明になりました。その時はだいぶ争ったものと見えて、その辺り中散々荒らした上、痛々しく血までこぼれていたと近所の者が大勢言っております。次は田町の鋳掛屋のせがれ藤吉。これは12になってたくましい子でしたが、夕方使いに出た帰り、近道をして浜でくせ者に襲われ、持ち物も着物もめちゃめちゃにちぎって捨てて、それっきり姿を見せません。3番目は芝口の御家人の子、4番目は飛んで深川大島ちょぼの大工の娘、5番目は熊井ちょぼの千度坊のせがれ、6番目は平次もガラッパチも、このくせ者のやり口の残酷さに腹の底から義憤のようなものがこみ上げました。さらわれたのは美しい女の子か、丈夫そうな男の子で、
武家も町人も見境はありませんが、一致した点はいずれも嫌がるのを力ずくで無理に連れて行った形跡のあることです。金座の石井平四郎のせがれのように何の抵抗もなく騙されて連れ出されたのは一人もありません。もう一つ変わっているのは、後の6人は町内の評判になるほどの綺麗な娘か賢くて体のたくましい男の子に限られておりますが、金座の石井のせがれ雄太郎だけは、乳母のおしもは可愛い子のように言いますが、他の奉公人や近所の人は医療も悪く体も弱く、心持ちまで少し発育が遅れて、7つといってもせいぜい5つぐらいにしか見えなかったと言っております。第三章。銭形平次一代のうちにこの時ほど大手柄を立てたことはありませんが、平次自身に言わせるとこの時ほどの失策はなかったと言います。とにかく石井平四郎のせがれと他の6人の子供の行方不明の関係には何かしら重大な不一致点がありましたが、今さらそんなことを詮索してもおられません。ガラッパチを特例して品川から深川一円を漁っていると、かどわかされた子供はことごとく暴力で連れて行かれたことのほかに、日中も夕方も時刻構わず人をさらっているくせに、場所だけは例外なしに海か川かとにかく水に近いところでやっているという特色をつかむことができました。泣きわめく子供を連れて町の中を逃げるわけにはいくめ、やはり船かな。平次の最初の手がかりはこれでした。それにしてもさらわれた子が一人残らずかき消すように見えなくなるのは容易なことではありません。江戸の子を長崎へ連れて行っても、大阪の子を江戸へ連れてきても、言葉遣いだけでもすぐ身元が露見しなければならぬはずです。キリシタンがさらって行って生き肝を取るんじゃありませんか。世間じゃそう言っていますよ。バカな。ガラッパチの疑いを一生に伏しましたが、物を理詰めに考えることのできない人たちは生き肝伝説と結びつけて考えるのも無理のないことでした。近頃の流行りもんというと何だろうな。八平次は妙なことを聞きます。分かっているじゃありませんか。境町の中村座に吉原の繁盛、そんなものじゃねえ。豆蔵の人寄せに言う雲寸かるたに朱子の帯、ビードロ細工に人さらいなどあったんなもんで。それだよ八。え、雲寸かるたじゃいけねえ。オランダかるたがあったら一組欲しいな。ご近精神だから容易には手に入るめえが、これだけ持って行って江戸中の船着き場をあさってみつくれ。平次はおしずを呼んで財布を出させると、中から小粒を一つつかみ、二三両もあろうと思うほどの絵、小判を二枚添えてガラッパチに渡しました。これだけありゃ人参でも人工でも買えるぜ親分。その人参や人工の方も気をつけてくれ。今頃は唐天竺オランダあたりの品がよく入るようだから、抜かりあるめえがどこからそんな品が手に入ってくるか突き止めるんだよ。もっとも抜け荷や金製品を扱うものは口が固えから、うっかり用心させると谷氏みたいになるぜ。心得たよ親分。言うまでもねえが、抜け荷やオランダ渡りの金製品を扱う問屋を嗅ぎ出すのが第一だよ。金に糸目はつけねえ。それで足りなけりゃ矢所借りをしても工面してやる。人工や人参は手に負えねえが、オランダカルタとギアマンの品のいいのがあったら逃すな。へえ、少しぐらいなら足も持ってやすよ。
低層な心がけだな。男が敷居をまたぎゃ8人の敵っていうじゃありませんか。7人の間違いだろう。通りぐらいは多くったって驚きはしません。いくら持っているんだ。骨部が1つ、指紋線が3枚。バカだな。ガラッパチは面白そうに笑って出て行きました。屈託を知らない男の気楽そうな後ろ姿は、ともすれば神経質になる平次をどんなに力づけてくれるか分かりません。第4章。それから3日、石井平四郎夫妻はせっせとお春やおしもを使いによこして、その後の様子を尋ねますが、平次の方からは何の報告もありません。生じい金座などをうろづいて世間の地目を振動させるように、外の方で動きの取れぬ証拠を集め、一挙にして曲者を縛ろうというのでしょう。石井の家では主人の平四郎よりも尼母のおきみの方が気をもんでいるとお春は言いますが、平次に言わせるとそれよりも雄太郎失踪の直接の責任者と思われているお春の方が気をもみ、お春よりはまた7年間雄太郎を育てたおしもの方が大きな打撃を受けている様子です。坊ちゃまが無事で救い出されなければ私は生きてはいられませんと、勝ち気らしいお春が泣くのを平次はどれほど持て余したことでしょう。おしもの方はあまり口を言いませんでしたが、だんだん痩せて憂鬱になっていくのは心の悩みが一段と深いせいでしょう。そのうち人さらいがまた活躍を始めました。春から2月ばかり休んでいましたが、石井平四郎のせがれを皮切りに、だんだん大川筋を遡って本所浅草あたりまで荒らすようになったのです。あやむ、とうとう手に入れましたぜ。ガラッパチが飛んできたのはそれからまた2日も経ってからでした。オランダカルタか。それがいけねえ。ウンスンカルタならどこにもあるが、オランダカルタとなるとめったにありません。ウンスンカルタはオランダカルタ、トランプの金星語、それを模造した和製品で、平時には意味がありません。役者屋か唐物屋で聞くのが一番だと思って、人工か古あたりのギアマンでも買うような顔をして、日本橋の問屋筋を一軒残らず歩きましたよ。そらご苦労だった。あっしゃお上の御用を務める人間とは見えねえでしょ。そうともそうとも、そんなめでてえ顔をした御用聞きがいいよとはどんな人だって気がつくめえ。からかっちゃいけません。ところでどうした。長崎町の大野屋にオランダものがいろいろありやしたよ。金銀細工物、羅車、ビードロ、それから見たこともねえ飾りや織物、いっそみんな買い占めるような顔をして、手付けが5両。呆れた野郎だ。付けを置いただけで心象がみんなになったろう。オランダカルタのことを切り出すと心当たりがあるから、明日になったらもう一度来てもらえて、今晩中には手に入れておく。もっとも金税品だから5両より安くは難しいという話で、これは構わねえが、明日また大野屋へ行くとなると5両の手付けを置いた品をみんな引き取らなきゃなりやせん。金高にしてざっと70〜80両のものはありやすぜ。心配するな、どうせ半分は抜け荷だ。俺が行っていいようにしてやる。ところで今晩は命がけの仕事をするんだが、付き合ってくれるかい。八へ、付き合ってくれるかいは水くせえね。親分の命だが、はばかりながら命には糸目をつけねえ。ガーギだね。もっとも金に糸目をつけたくも、ご同様100も持っちゃいめえ。ちげえね。気が揃った2人、それから支度をして薄暗くなる頃から、長崎町
川口町一帯を張りました。親分、何にも来ませんね。もう四つ過ぎやしたぜ。蒸し暑い晩でした。八五郎はすっかりうだって愚痴を言い始めます。静かにしろ。お、タバコ入りなど出しちゃならねえ。驚いたね、どうも。てめえは白金町の方を見ているんだ。俺は東港町の方を見張ろう。松平越前の神様お屋敷などあった方でもいい。第五章。お、船。し、その船が怪しい。二人は物陰に隠れました。白金町二丁目、美濃橋の橋爪につけた小舟が一艘。中から二人の人間が無ちょうちんで大きな荷物を背負ったまま長崎町一丁目の方へ入っていったのです。捕まえましょうか、親分。逃しちゃ大変だ。それ大野屋の裏へ入ったろ。今に出てくるに決まっているから船の中に隠れていよう。そんなことをしても構いませんか。構わねえとも。どうせ抜け荷を積んだ船だ。二人は曲者の出た小舟の中へ音もなく潜り込みました。隠れる工夫はねえか、八。こんな小さい船じゃどうすることもできやせんや。弱ったな。抜け荷を扱う人間は口が固えから、ここで荒立てると親船がわからなくなる。大川から芝浦、須崎へかけてあんなにたくさん船があるから、どれが抜け荷を扱う親船だか見当のつけようはねえ。やったな。このつづらん中どんなもんで。おめえ入ってみるか。親分は駒の中へ隠れよ。水垢で少しジメジメするが。平次とガラッパチがどうやらこうやら身を隠したとき、くせ者二人は帰ってきました。悪くねえ商売だな、吉。オランダカルタが三両だ。こいつは親分には内緒だぜ。いいとも。その代わり一両は口止めによこせ。まあ仕方がねえ。ところでこの辺りで江戸も切り上げだろうな。こんな仕事の深入りはよくねえよ。くせ者二人、静かに小舟をこいで行きます。それからあん時余り、小舟は越中島を回って須崎六万坪の沖あたりまで来ました。親船は見えるかい。火がねえから見当はつかねえが、ここから遠くはねえと思うよ。月が出たらわかるだろう。ゆっくり漕げ。お、そこにいるぜ。声をかけてみようか。どっこい。うっかり声を出して見張りの船に咎められるとうるせえぜ。くせ者の話を聞いて平次は小物の中から顔を上げました。一日を先に陸地近く止まっているのは明かりも何もない200-300石積みの船です。ここまで見定めておけばもう大丈夫です。御用とも何とも言わず、つい鼻の先で貝を握っている男の脇腹を思い切り一つ突きました。いっぺんに目を回した様子。お、てめえは何だ。牢を押していた方の男が立ち直りました。静かにしろい。飛びついた平次。お、と、てん。何分狭い船の中、口を封じる隙もなく親船へ助けを求められます。親分、舞踏か縛ろうか、それとも水へ放り込もうか。ガラッパチはようやくつづらを跳ね上げて背物の後ろからムズと組みつきます。騒ぎは一瞬で終わりました。二人のくせ者を縛って一応八丁堀へ引っ返し、改めて笹野新三郎が出役。十数艘の小舟で林の船を囲み、命がけの働きで
乗組の船頭8人も生け捕ったのはもう真夜中過ぎ。鉄砲を撃たれてだいぶ怪我人もこしらえましたが、ともかく大成功で、お船で屋敷まで引いてきたのは明け方近くでした。調べてみるとこれが今の南シナ、台湾から日本の沿海を荒らし回った抜け荷扱いの一味で、オランダ人やポルトガル人から雑貨薬種を仕入れては日本へ持ち帰り、それを金に換える傍ら、船着き場で少年少女もかどわかし、それをシナから南洋へ連れて行ってはいいねで売り飛ばしていたのです。内地で人身売買もしないために容易に露見しなかったのですが、抜け荷と関係があると睨んだ平時の軽眼に見破られ、とうとう一味十人ことごとく生け捕られ、すぐさま手配をされて大阪長崎にいる仲間まで一掃されてしまいました。それは後の話。かどわかされた少年少女のうち、今年の春からの分だけ約半分は船の中で見つけ、それは命名の親元に返しましたが、不思議なことに金座役人石井平四郎のせがれ雄太郎だけはその中に見えません。十人のくせ者は散々攻め問われましたが、本町や吹屋町は船からの足場が悪いから人さらいに行った覚えはないと言い張るのです。命はどうせないものと覚悟した悪者どもの言うことですから、この言葉に嘘があろうとも思われません。抜け荷さばきと人さらいの江戸開府以来という悪者の団体は挙げましたが、たった一人の雄太郎を救うことができなかったのは銭形平次何としても我慢がなりません。ハチ弱ったな。石井のせがれは一体どうしたことだろう。親分、諦めた方が無事ですぜ。あれだけ探して見つからねえんだから、いよいよ神隠しとでも思わなきゃ。大手柄に陶酔して八五郎はこんなことを言いますが、仕事に神経質な平次はどうしても諦めきれません。第六章。親分、大変なことになりやすいぜ。なんだ八、近頃大変なこと続きで滅多なことじゃ驚かねえが。平次は苦笑いしました。なんとなく気のめいる四五日だったのです。銭形平次の手柄は嫌が上にも評判になった。うっかり外へ出ても人に顔を見られるようなこの頃ですが、平次にとってはそれがまたたまらない屈辱のような気がしてならなかったのです。頼まれもしない十何人の少年少女は救いましたが、あんなに頼まれたたった一人の少年を救うことができないのはなんという意地の悪い巡り合わせでしょう。冗談じゃねえ親分、おはるが死にましたぜ。おはる？金座役人の石井のお駒使いさ。坊ちゃんが去られたのは私のせいだし、他の子が助けられた中に坊ちゃん一人だけ見つからねえようでは申し訳がなくて生きちゃいられないという書き置きがあったんですって。そら気の毒だ。勝ち気な娘のようだったから無理もねえが、そう言われるとなんだか俺が殺したような気がしてならねえ。親分、冗談じゃありませんよ。とにかく石井へ行ってみようか。二人はそのまま本町の石井平四郎の家へ行きました。10日目ぐらいの訪問です。死んだおはるは人気者だったので家中がなんとなく湿っておりました。死に装束の晴れ着に変えて、白布で膝を祝え、甲まで焚いて、どこから持ち出したか、女持ちの懐剣、やり父の下を、
一えぐり、武士も及ばぬ見事な最後だったのです。はあ、早まってくれた。平次はその前に座ってしばらく黙祷を続けました。勝利の後のほろ苦い悲哀といったようなもの。名将が不本意な仕事を俗衆にやんやと言われる時のような、言いようもない腹立たしさと混じって、若く美しい娘の死を悼む気持ちが異様に胸を騒がせるのでした。親分さん、ちょいと。心臓のおきみが平次を呼びます。とんだことで、ご心臓。お春はかわいそうですが、このままにしておくと馬のおしもも生きていないかもわかりません。おしもに万一のことがあると、雄太郎の母の私も。おきみは日頃から慎み深い冷たい女でしたが、さすがに夫や世間の思惑に苛まれて、万一の場合には死んでしまい金まじき顔色です。そんなことをなすっちゃいけません。坊ちゃんが生きてさえいるものなら、どんなことをしても探してあげますよ。平次もこういうのが精一杯でした。生きていることは確かでございます。というと？ゆうべ坊やの着ていた着物の襟を剥がして、こんな手紙と一緒に店へ放り込んでいったものがあります。おきみが取り出したのは、花紙一枚へ灰を溶いたような粗悪な墨で書いた金書きの手紙でした。恐ろしい悪筆で容易には読めませんが、大骨折りで弁慶読みにすると、坊ちゃんは無事だ。この上とも殺させたくなかったら10両をよこせ。金は裏口の右土台下の穴へ入れておくがよい。その上で檻を見て子供は返す。誰にも言うな。言うと子供の命はないぞ。とこんな意味のことが書いてあるのです。金はどうしました？ゆうべ土台下入れておきましたが、今朝見るとなくなっています。誰かに見張らせたんでしょうね。いいえ、そんなことをすると坊やの命が危ないと思って。それにたった十両ですから。なるほど、新兵はごもっともだが、惜しいことをしたものだ。いや、たった十両欲しいと言ったのが面白いな。どうかするともう一度百両とか200両とかふっかけてきますよ。そうでしょうか。その時はご心臓。平次は何やらおきみの耳にささやいて帰りました。第7章。明くる日、銭形平次がガラッパチの前にすずり箱を持って来させました。八、ちょいっと字を書いてみる気はねえか。からかっちゃいけません親分。字を書かされるような悪いことをした覚えはありませんよ。八五郎はすっかりおかんむりを曲げます。ああ、そういうな、手紙一本書くだけだ。ちょいっとやっつくれ。親分が書きゃいいでしょう。俺の字じゃ収まらねえことがあるんだ。花紙を一枚念入りにしわをこしらえて、ガラッパチの膝の下に置くと、ちび筆へたっぷり墨を含ませて嫌がる手に持たせました。親分、勘弁してください。字を書くぐらいならどんな使いでもしますよ。早く使いっ走りの効かねえところだ。それも上手が書いちゃ役に立たねえ、思いっきり下手な字でねえと。下手な字がいるようなんで、わしに書けと言うんですかい。早く。いや、その通りだ。腹を立てるな八。江戸っ子は習い事のことや金のことで腹を立てちゃみっともねえよ。呆れたもんだ。いきますよ。なんと書きゃいいんで。こうだ。十両は確かに受け取った。
もう百両いるから前の場所へ入れておけ。見張りをつけると子供の命はねえぞと。それだけでいい。働いたね、綾分。こんな手紙をどうするんで。まずい字だな。よしよし、そのまずいところがいいんだよ。ところでその手紙を金座の石井の店へ放り込むんだ。ついでにやっつくれ。銭形平次は手軽に言います。ガラッパチの方が驚きました。そんなことをしていいんすか、親分。いいてえことよ。誰も八五郎をかどわかしのくせ者だという気づけはね。ガラッパチは黙って立ち上がりました。まだ早えよ。日の当たってるうちはいけねえ。暗くなったらやっつくれ。へえ。平次の言いつけは善悪ともに黙って聞くガラッパチですが、この脅迫状の投げ込みにはさすがに驚いた様子ですが、どうやらこうやらそれも無事に済みました。あくる日の朝、銭形の親分さんはこちらで。石井平四郎の女房おきみは召使いも連れず、たった一人で神田の平次を訪ねてきたのです。おや、ご心臓、こんなに早く何か変わったことがありましたか。平次はおしずとガラッパチを目で遠慮させて、おきみを奥へ通しました。来ましたよ、親分。え、やはり親分のおっしゃった通り、百両出せと言って手紙が来ましたよ。少し手が違うようでしたが、相変わらず花紙へ書いたまずい字で。そうでしょう。ずいぶん念入りにまずい字でしょう。平次は場所柄にも似ずにっこりとしました。ガラッパチの書いた字をおきみがまずいと言ったのでおかしかったのです。それから主人と相談して、裏口の土台石の下へ百両入れました。一日も早く子供を返してくださるように。この上のびのびになるとお春の二の舞が始まるかもしれない。乳母のおしもも母の君も生きている心持ちもしないと手紙を添えました。悪かったでしょうか。構いやしません。で、見張りは。やはりつけませんでした。手引きか仲間がうちん中にいるから、見張りをつけても何にもなりやせんよ。金を遠方へ持ち出させずに裏口の土台下へ置かせたのは、くせ者の食えねえところで。平次はそんなことを言っております。はじめは見張りをつけなかったのを惜しがりましたが、うちの中の者が仲間で一晩中でも隙を狙われるとしたら、見張りをつけるだけが無駄と分かったのです。その代わり小判には目印があります。改め役へ差し上げて極印を打つ前の吹き立ての小判ばかり百両を包みました。あれを一枚でも使えば足がつきます。そりゃあめえ、そんな都合のいいことがあるとは知らねえから、あっしは一枚一枚へ目印をつけるようにとお願いしました。それも平地の差し金だったのです。ごめんください、親分様おいででしょうか。入り口にはもう一人の女客、その声を聞くと平次は大急ぎでおきみを隣の一室へ押しやりました。第八章。親分さん、面目次第もございません。入ってきたのはばあやのおしもでした。平次の顔を見るといきなり畳へ崩れて赤ん坊のようにしくしく泣き始めたのです。どうしたおしもさん、おめさんは悪人じゃねえ。何だってあんな大それたことをやったんだ。親分さんご存知で。知らなくってどうするものか。子供を隠しておいた場所がわからねえんで今まで苦労していたんだよ。大根畑にはもうおめえの元の亭主の分子はいねえぜ。平次は本当に何もかも知っている様子でした。
おしもはただもう恐れ入って頭も上がりません。親分さん、とにかくあれをお返し申します。別れた亭主の分身ですが、こんな悪事を重ねさせたくもありません。二度目の百両は確かに私が取りましたが、私から主人へお返する顔もなく、ここまで持ってまいりました。どうぞ私をしまって、このお金と一緒にお役所へ突き出してくださいまし。おしもは極印のない小判百両を平地の前へ押し並べます。そんなことができるなら心配はしねえよ。俺はただ坊ちゃんが危ねえから手が出せなかったんだ。どこに隠してある？練馬の文七の兄のところにおります。そうか、そいつは知らなかった。練馬の兄は何という名前だ？文左衛門という百姓で、私の元の亭主に似ず堅気な男でございます。八、飛んで行って文七と石井の坊ちゃんも連れてこい。下手なことをしてやけを起こさせちゃならねえよ。へっ。ガラッパチはまっすぐに飛んでいった様子です。ところで馬さん、なんだってあんな罪の不敬ことをしたんだ？石井の旦那ご親祖の嘆きも容易じゃねえが、そのためにお上にまで手数をかけ、かえそうにお春は死んでしまったじゃねえか。平次の調子はしんみりしておりました。お春さんはかわいそうなことをしました。あの時みんな申し上げようと思いましたが、文七が欲に目がくれて十両欲しいなんて言ってきたもんで、とうとう言いそびれていると、今度はまた大それた百両とふっかけてくるじゃありませんか。私はもういてもたってもいられなくなってここへ飛んでまいりました。欲得族でしたんじゃございません。みんな坊ちゃんのためを思って。角沸かして坊ちゃんのためとはおかしいぜ。詳しく申し上げなければわかりません。雄太郎様は亡くなった先のご親祖さんのお子さんで、今のおきみさんとはまましい仲でございます。おきみさんはあの通りいい方ですが、自分の腹を痛めた子が二人も生まれてみると、どうしても繊細の子の雄太郎さんにはよくは当たりません。いいえ、私の目から見るとそう見えたのでございます。ふーん。旦那様はお役所のお仕事が忙しくて、朝も晩もろくに子供衆の顔を見ないようなありさま。ことに総領の雄太郎坊ちゃんは育ちが遅れて、かわいい盛りを病身で暮らしたために、旦那様もつい面倒くさがって存分にかわいがってはくださいません。生まれ落ちるからお育て申し上げた私にしてみれば、それが口惜しくって。おしもは涙を拭いております。愚直な中年女の手のつけようもなく歪んだ愛情を平次は少し呆れて聞いております。で、どうしたんだ？去年から子さらいが流行って、諸方の親たちがどんなに心配したことでしょう。私も品川に子供をさらわれた知り合いを持っておりますが、普段はろくに見てもやらなかった子供でも悪者にさらわれたとなると、まるで気違いのようになって、夫婦は夜の目も寝ずに探し回っておりました。雄太郎坊ちゃまもたった三日でも姿を隠したら、旦那様やご親族様が目が覚めたように可愛がってくださるだろうと。なんというむちゃくちゃな愛情でしょう。平次はこの愚鈍に近い馬が恐ろしくさえなりました。三年前、育児がなくて別れた亭主の文七がまた一緒になりたがっているのを頼んで、ほんの二三日坊ちゃまを隠してもらうつもりだったのでございます。文七はよく坊ちゃまを存じておりますし、坊ちゃまも文七なら懐いていらっしゃいます。二三日狙って鼓台からさらわせたまでは無事でしたが、あんまり詮議が厳しく、連れてくることも白状することもならず、そのうちにお春さんが自害したり、
文七が欲を出したりして、とうとうこんな羽目になってしまいました。それもこれも重々私が悪かったからでございます。今にして思えば、旦那様のお顔上がりようにも不足はなく、ことにご神祖様は普段は一向お表しになりませんが、見上げた方でございます。隣室の二畳でしくしくと泣く声、おきみは身につまされたのでしょう。私一人悪者にして八方を丸く収めてくださいまし。亭主の文七も別れてしまえば赤の他人ですが、私ともう一度一緒に成田さんに片棒を担ぎ、金の苦しさに十両取る気になったのでしょう。百両と二度目のゆすりをやるようでは、この先放っておいてはどんなことになるか分かりません。こうなると百両の細工を平次の仕業と知らないおしもが不憫でもあります。どうぞ私を縛って文七は許してやってくださいまし。私はお仕置きになっても少しも恨みがましいことは申しません。みんな私の馬鹿がしたことでございます。身も浮くばかりに泣き沈むおしもを平次も持て余して眺めるばかりでした。しもや、しもや、お前は、お前は。二畳から転げるようにおきみ。あ、ご神祖様、面目次第もございません。ガラッパチが雄太郎を連れて帰ったのは、それから一時も後のことでした。文七は逃亡して雪形知れず、間もなく石井平四郎は金座役人もよして、子供三人のいい父になり、自殺したお春の家族には存分な手当てをしてやりました。おしもは暇を取ってどこから探し出したか、文七と一緒に西国巡礼に出かけ、とうとうこれほどの大事件にも平次は人を縛らずに終わったのです。この事件ばかりはガラッパチも絵解きをしてもらう世話がありませんが、平次は餌を取り損ねた鷹のような自尊心で、抜け荷の一味を縛った大手柄を人に褒められるのをひどく嫌っておりました。野村子どぼ作、銭形平次取物控えより、オランダカルタ、全文読み切り、書出オール読み物、文芸春秋社、1935年昭和10年9月号。